し。それでは大変お待たせいたしました、維新の党初めての両代表の記者会見をこれから始めさせていただきます。なお1点だけお断りさせていただきます。橋本代表は大阪への飛行便の都合上3時40分までということなので、それをご承知おきいただきたいというふうに思います。それでは記者会見を始めさせていただきます。ご質問から受けましょう。はい、どうぞ。ありがとうございます。選挙についてなんですけれども、福島県知事選、沖縄県知事選でございます。本日決定ということですね、改めてお伺いしたいんですが、この2つの選挙については、党としてどう望まれるか、まずこれからお伺いします。これは今日新党結成なので、党としての正式な期間を経てね、意思決定しないと、途端にガバナンスになってねと言われそうですから。ただうちの基本的なね、普天間基地の移設先等の問題、原発政策ありますからね、それを踏まえて決定していくということです。多分これ知事選は、党の規約、またこれ確認しなきゃいけないんですけど、支部判断がまず尊重されるんじゃないですかね。ちょっとそれは枝代表の方に仕切ってもらいながら。はい、本日ですね、執行役員のペーパーをいただいたんですが、この中で選挙対策委員長的なですね、ポジション、他党はよく選挙対策委員長って一つの目玉としてあるんですが、これについてのポストというのは、今後来年の統一地方選もございます。こうしたポジションは設けられるんでしょうか、それとも。はい、当然です。これは幹事長が執行役員会の承認を得て決定するとなってますから、今日の時点では そちらにお配りした人事で、はい、これは選挙対策委員長も早急に移植を進めていかないかんと思ってます。なるほど。橋本さんにお伺いして、特にその来年のですね、統一地方選、これ大阪党構想もございますし、やはり地域から始まったという政党で、統一地方選に向けた決意を改めてお二方にお伺いしたいと思います。いや、決意はもう勝たなきゃいけません。決意というかですね、今どのような状況、本日ですね、候補予定者の方がご登壇されましたけど、現段階でどのようなその統一地方選に向けてどのような準備段階にあるか、党と含めましてお話。それも松井幹事長の役割ですから。わかりました。はい、ありがとうございます。そこコメント出てこないですか、視聴者から。いろいろコメント出ております。なんか言ってくださいよ。なんかないですか。これ今コメント流れてるんですか。そうなんです。ちょっと今私のパソコンがちょっと調子悪くてですね、すいません。ただですね、本日やはり党の結成ということで、かなりそのユーザーとしてはですね、関心が高いということは、これは事実でございますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ次の、はい、どうぞ一番前の端の方。